に9月6日に俺にオファーが届きました。お前なんで断ったんだよ。おい言えよ。おい嘘つくんじゃねえよ。おいなんとか言えよ。この曲をやろう。おい笑い事じゃねえんだよ。なんとか言えよ早く。あのね、まあ皆さん多分いろんな SNS をご存知で見てると思うんですけれども、まあ断った理由としては私が筋肉を断裂してしまい、関係ねえよそんなの。それが、先生の判断と、まあ、いろんな選択肢があったんですけれども、私も断るのは億劫で、やはり試合をしてリングに立つのが格闘家としてのあり方だと私は思ってるんですけれども、苦渋の選択としてそういう判断をせざるを得ない状況でいろんな検査を受け、もちろん周りの人にたくさん迷惑をかけ、十分に分かっております。なんだよ、だからなんで2ヶ月あんだからやりゃいいじゃねえかよ。おめえがよ格闘技盛り上げるとかそんなんてめえが言ってんの全部正論だろうよ。綺麗事だよ、ワンと一緒だよ。おいおめえが本気でその気あんだったら、覚悟あんだったらやってみろよ。まあもちろんやらないっていう選択肢はないんだ。当たり前のようにやるつもりでいるし、まあ待ってろよ。はっきり言ってやるよ、おめえにそんな時間ねえんだよ。おい俺は何があろうと目の前にあることを必死でやってきます。何があろうと青木真也を貫いて一生懸命生きてきます。ありがとうございました。